歳以下ぐらい、はい、まあこのちっちゃい子らはサッカーの話なんですけどね、うん、はいはい、ヘディング禁止にしましょう。え、これも一応なんか科学的な裏付けがあって、ああ、どうも認知症になる人とか脳に年いってから脳になんか問題が起こる人を、うん、ヘディング今までようしてたサッカー選手ってか、まあサッカー選手と普通の人と比べた場合、うん、サッカー選手が圧倒的に多いと、うんうん、特にヘディングしまくってたやつは、うん、ちょっと脳に将来こう問題が起こる可能性が普通の人に比べれば高い。なるほど、ね、だから体が出来上がるまでヘディングをやめましょう。うん、なるほど、はいはい、っていう取り組みがもうこれ日本でもある程度やってたりもするんだけど、うん、なんか本格的に始まりますみたいなと思うんだけど、はい、そのボクシングとかはってならへん。あ、聞きますよね、よくね。で、まあ俺サッカー好きでヘディングも好きやからあれね。だまず第一にヘディング大好きっていうかヘディンガーの人、ヘディンガー、うん、っていう言い方するんですね、まあ、そういう言い方はせえへんけど、まあなんとなくね、ヘディそのヘディンガー、ヘディンガーはさ、はい、まずバカっぽいやん。ヘディンガーはバカっぽい、バカっぽくない、なんかフルスイングみたいなイメージね。いや、なんか体強くてもう、うん、頭でこうねじ込むみたいな、うん、体、うん、そうディフェンダーと競り合ってブラーみたいな、そうですね、戦車みたいなイメージあります、ね、そうそうそう、うん、もうバカっぽいや。あ、まあく、そうですね、クレバーじゃなさそう、なさそう、まあクレバーな人もおるけど、おるけどね、うん、なんかほんまにヘディングの問題なんだと。え、ヘディングでほんまになったんだと。これもだから要はデータの取り方やとは思うねんけど、まあでもかといって俺これ逆説を唱えるデータを持ってるわけじゃないねんけどな。うん、いや、そうだと思いますよ。だってあのボクシングもそれもちろんそうですけど、アメフトとかでもそうじゃないですか、うんうん、引退した後にもうそういうのが体に出てしまうと、うん、だからもうドクターストップで引退する方も多い、うん、脳がね、アメフトやったら脳震盪2回とかにもう出たらあかんのかな、なんかそんなんがある、うん、そうすると本当に命に関わるからっていうのと一緒で、多分人間の体がそんなに繊細なもんなんじゃないですか。強く作られてないと言いますか、うん、ヘディングするようにできてないんで、人間の脳はちょっとしょうがないんじゃないですか。でもそのプロレスとかさ、ボクシングとかもそうなんやけど、はいはい、だからこそ儚く美しいわけじゃないのって思う。なんか F1 とかがね、スポーツ界で一番給料が高いのは命の危険が一番高いからって言いますよね。はい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 。だからそういうのが逆に禁止というか覚悟でやるのであれば、うん、給料が上がればいいと思う。ヘディングは？ヘディングはやっぱりヘディング査定作ったんじゃない。やっぱヘディングはもうやっぱそういう後遺症が残る可能性があるから。マリオみたいな感じ。マリオもほらヘディングしてるわけやん、ブロックに。はい、俺はずっとあれ打ってたと思ってたんですけど。この手じゃあ何だって話になりますよね。ここが当たってる。こっちで当てた方が早いの。でもなんか当たってる感じするやん、あれ。当たってる感じする。うん、当たってる感じする。なんかチャリンチャリンチャリンみたいになるやん。なってます。最高とやろ。はい。ヘディング査定っていうのは。多分ここが、ここにずっと来ると思う。頸椎食らうと思いますよ。いずれ。で、どうもね、昔からというか、まあ昔からじゃない、最近ね。はい。どうもヘディングダサいみたいなのがあるわけ。あれ。やっぱバカっぽいからか、思われてるのかな、そうそう、クレバーじゃないというか、はいはい、ま、これまあ異論はあると思う、うん、熱湯風呂ダサいみたいな感じ、それが言いたいことは分かります。体張るのが、うん、そもそもかスポーツ体張ってんのに、うん、なんかその汗をかくのが恥ずかしいのと一緒だと思う。ああ、みたいな、みたいな、汗かかない方が偉いとかかっこいいスマートみたいな時代な風潮なのはずっと感じてる、うんうん、だからもうなんていうかね、例えばまあ野球でもサッカーでも一緒やと思うんだけど、はい、しんどいやん、まあ、サッカーなんか走り回るからさ、サッカーもしんどいです、うん、で、いや、まあ走らんポジションがいいですとか言う、だからそれもなんていう、本心で言ってるというよりもこうブラフで言ってる感じやね、かまして言ってる感じのやつ思うんだけど、はいはい、じゃあ来んなよってならへん。サッカーってもう走るやん。なる基本が。なるね。ということは走らん方がかっこええという深層心理があるやん、うん、君の中に。
ありますね。うん。そういう人は負けるやん。まあまあ、勝つかもしれないけどね。いや、だって相手は、相手がそれ思ってなかったら損やん。一人おらんのと一緒やん。確かに。で、ヘディングとかもそうやん。ヘディング苦手なんすよ。ってやつ、おんねんけど。はい。サッカーって、まあ、フィールドプレイヤーで言ったら10対10なわけやん。はいはいはい。でも、両足使いますわね。はい。ということは20対20なわけですよ。はいはい。じゃあ、ヘディング向こうが10人して、こっちは5人しかせえへん。だから25対30になるやん。やばい。はい。損やん。損っす。うん。ヘディングした方が得にはならへんねんね。空中で負けちゃう。これが損やとなぜ分からんのやと思う。その苦手とか知らんねんってなんで。うん。やろうとはできるやろ。だからもう頭数が足りないってもうヘディンガーが足りないことから出てきた言葉かもしれないですね、もはや。うまいこと。転じてそうなるかもしれない。転じてそうなりますよ。入れ替わるかもしれない、語源が。頭数足らんやんってなりますもん。いや、そうです。僕やりませんって言ったら。そんなやつは使えないですよ。やっぱり難しいっすね。難しい問題だ、これは。の野球ではなんかあんまりそういうのなさそうやねんな。な、例えばさ、ヘッドスライディングが効率的かどうかっていうのはよう言われるやん。はい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 。イチローは絶対せえへんとか。はいはいはい。だって走った方が早いからっていうのと、怪我したくないみたいな。そうなんです。でもなんか盛り上がるみたいなのあるよ。亀山とか。ああはい。忍の方やったっけ。うん。忍の方。亀山って双子やん。知らん。一人タレント。知らんて。まあでもあのヘッスラもそうでしょ。はい。亀慎吾。もやった映画など思うねん、なんか盛り上がるから。あれはだから実は高等技術なんですよね、ヘッドスライディングってね、うん。スピードが絶対走ったより遅くなってしまうけど、うまくやれば早くつくのは早くつくと思うんですよ、うん、上手い人がやったら。プラス、この、避けるみたいな動作もあるやん。そう。こ、うん、の、タッチを。そうなんです。かいくぐれたり、まあ、足より、きっと手の方が大体の人は器用だし。し、目から近いからね。そうですね。うん、だから、利点はないことはないですけど、うん、練習ってしないんですよ。もうしたことないですもん、ヘッドスライディングの練習。あ、そう。練習、あの、小、中学、高校、野球をやってきて。うん。だから、そもそも練習しないことが上手くなるわけないじゃないですか。うん。だからやるんだったら練習しなさい、怪我もリスクも減るし。ああ、そうね。だからしないんだったら試合でするべきじゃないっていうのはすごい理解できる。うん。ヘディングは練習でね、しますしね、できますしね。最近のコーラあんませえへんで。ああ。あれと一緒かもしれないですね。あの、変化球をちっちゃい頃からもう投げない。肘に負担。ああ、近いかもな、うん。球数制限とかと、あ、でも球数制限とか単純にあの寿命を伸ばすための。うん、あれだから まだちょっと違うっちゃ違うけど、でも ニュアンスはちょっと株はある、ね。うん。でも野球の場合は、うん、絶対そうやん。絶対そう。だって、うん、あんなさ、あんな速い球投げるとおかしになるやろ。体の成長についていけないですよね。あの、あとあれや言ったで、ダルビッシュか誰か言ったけど、うん、あの、野球って極端にアンバランスになんねんて。うん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 。左回りしかせえへんし。確かに、確かに。で、ピッチャーも、右でしか投げへんし。確かに。なんていう、バランスのすっげえ悪くなる競技なんて。はい。怪我するポイントが一緒になってもらったりとかさ。はいはい。だそれを自分なりに矯正するために左で投げる練習したりとか。はい。もしてるらしいんだけど。ダルビッシュすごいですよ。左で130キロぐらい投げますからね。ね。しかも弟が、野球賭博で捕まってんねんか。すごいっすね。バランスどこで取ってんねんって話になっちゃう。もう一人は元モデルやしな。うん。いいんすよ、また。だからこのヘディングのあれに関してはね。だ俺どっちか言ったらね、もうマジなあれで言ったら、うん、そのヘディングのリスクがあるが確定してたとしても、大人になったらするやん、サッカーに現状ね。うん。うん、ボール柔らかくしたらええんちゃんと思う。あかんの。そしたら、ぷよんつって飛ばなくなっちゃう。ボール柔らかくしたら。ええやん。だから飛ばへんボールで、ちっちゃい時はやったやん。そういうもんやって。その野球でいう軟球とかさ。なるほど、ね。ボールみたいな感じで。その、そうか。ボール自体を変えちゃえばいいんだ。そう。まあ、ほんまは軽くするだけでええと思うんだけど。まあ、今でも、でも十分軽いんだけど。軟球と一緒ですね。
だから野球ってボールが変わりますからね。うん。基本的には。なんでそれやったらあかんねんって思うの。確かにね。そうっすね。いや、それやったら何大きくなってマジのサッカーボールになった時に感覚が違ったり、うん、ボール飛ばんようになるとか言うけど、多分そういうことになると思うんだけど、うんうん、でもマジのサッカーになった時ヘディングせえへんようになるやつよりマシちゃうんけとは思ってもそんなもんすぐなれるやろ。いや、そうですよ、うん、何球から高球になった時ってもうめちゃくちゃ手痛いし全然飛ばないです、うんうん。あとは金属バットが木製バットになる時とかもさ、そう、うん、それは全然いいんじゃないですか、うん、それがもうヘディングに特化した、うん、もうフットサルサッカーフットサルに続くもう他の競技を作る種目をそのアイアンヘッダーなスポーツはい全部格闘技ちゃうのルール明確ヘディングのみのはい落ちた時大変っすよヘディングそっから持ち上げなきゃいけない2人とか挟んでボールもいらんやろそのどっちが頭硬いかみたいないそれはもうパキアロサウルスみたいになるでしょそしたらつなげてきましたね小玉駅にもつなげてきましたねいやいやその頭ボールいらんっていうから、まあ、そんなねバカバカしい話をしながらも、はい、今週もね、しっかりと、映画の話をしていこうではないかなというわけでね、今週見た映画はこちらでございます。ジュラシックワールド、炎の王国。はい。こちらはね、2020